高津川は、島根県の西部を流れる一級河川港、津川水系の河川。鹿野足郡吉賀町田の原に源を発し、鹿野足郡津和野町に千原、増田市を経由して、日本海に注ぐ。一級河川で唯一、支流を含めてダムが一切ない。規模の大きい河川ながら、上中流域に大きな人口密集地がなく、日本有数の清流として、 中上流域では毎年アユ釣りが盛んである。毎年6月に吉川町で水源祭りが8月第1土曜日に増田市で水協祭が行われる。日本唯一の話迂会として川を使う量があったが平成になってする人がいなくなった。この川で採れるアユの恩恵を流域の地域は強く受けてきた。例えば焼きアユを出汁に用いた像には 岩見風造煮として知られるが、飲食店、旅館の観光資源としての価値のみならず、流域の世帯で家庭料理としても受け継がれている。由来は不明であるが、歴史は非常に古い名前である。万葉集の柿の下の人まろの歌に読まれた岩見のや甲角山のこの間より我が古袖を妹に貫かの甲角山に関連があると思われる。 戦国大名の毛利元成も、家臣の増田富士県から、高津川の日鮎を、献上品としてもらっている。1530年には、引き見川の水域について、吉見雷京と増田院県との間で協定が結ばれている。当時から高津川は、大河として水産資源が豊富だったと思われる。江戸時代には愛を争ってこう横田と横田の漁師が、殴り合いの喧嘩をしあやうく。 津和野藩が仲裁に入る逸話が残されている。河口の西に津和野藩の縁田があったとされる。毎年5月第3週の日曜日は全一斉河川掃除が早朝5時30分から行われる。2006年2月に河川法に定められ河川整備の100年の計となる河川整備基本方針が策定され、国土交通省等により鋭利回収が続けられている。田の源の一本杉に 出雲から逃げてきた山田のオロチの魂が宿り、水が湧いて、高津川となる。地元、有効には4メートルを超すオロチが、地元の戦国武将、長峰市によって退治された逸話や日原の死もせらい、豊かが川に潜ったオロチを追い払う逸話が残る。下流より記載。ありがとうございます。